イケメンくんが歩いてる。この黒い影は、まさか、ストーカーちゃんだ。あ、こっち見られちゃう。あ、見られちゃう。イケメンくんにバレないように帰らなければ。木の枝を手に入れたよ。え、まさかね、これで隠れていくつもりじゃないよね。いや、無理でしょ、これじゃあ。あれ？バレないの？あれ？あれ？え、いけんの？これで。イケメンくんは鈍いのかな？あ、全然バレずに、家の前まで行っちゃった。あれ？イケメンくん何か落としたの？ゴミじゃないの？お、すげえ、拾ってる。ジップロックに入れて大切に。さすがストーカーちゃん。イケメンくんが歩いてる。あ、鍵を落とした。ストーカーちゃん、合鍵を作るチャンス。あ、イケメンくん鍵気づいちゃった。チェーってしてる。残念だったね、ストーカーちゃん。イケメンくんが気づくより早く取るんだ。いけー、バレちゃった。俺は言ってる、イケメンくん。あー、残念だったね、ストーカーちゃん。合鍵作れなかったね。ハンカチだ。ハンカチで隠して、バレないように、バレないように。よし、バレてない。イケメンくんが鍵を見つけた。よかったね、イケメンくん。でもね、もう作ってあるんだ、合鍵。いや、怖えな、これは。普通に犯罪だって。イケメンくんが寝るところだ。ストーカーちゃんがベッドの下から出てきた。おやすみ。あれ？あ、ほこりがすごいからくしゃみしちゃった。やばい。イケメンくんにバレちゃう。あ、イケメンくん逃げ出した。あれ？なんだこれ？虫だ。キモ。あ、ストーカーちゃん強っ。やばい、物音で、イケメンくんが逃げ出した。こんなところにポテトチップスが、ストーカーちゃんにあげよう。ポテトチップス食べてる。イケメンくんが逃げちゃった。携帯を触って、音がしちゃった。イケメンくんが携帯を探してる。イケメンくんにバレちゃった。イケメンくん逃げ出した。ホコリをね、しっかりと掃除して、おやすみ。あ、携帯が、大丈夫かな？あ、イケメンくんが携帯を探してる。あ、大丈夫だ、バレなかった。よかった。イケメンくん、お出かけの時間だよ。ストーカーちゃん、イケメンの布団にダイブ。これ本物のストーカーだな。大丈夫だ、これ。イケメンくんが眠そうにしてる。隣には、綺麗な女性がいるよ。ストーカーちゃんが見てる。イケメンくんが気がついた。イケメンくん行っちゃう。待ってってしてるよ、ストーカーちゃんが。女の人を起こしてみよう。さ、起きたよ。ダメだ、眠気には勝てない。あ、なんかちょっといい感じの雰囲気が流れてる。ストーカーちゃんがダメダメってしてるよ。帽子ゲット。あ、やばい。すげえ。ハゲパワー。あははは、去ってった。これで隣に座れるよ。やべ、ハゲ光線が。イケメンくん行っちゃったよ、ストーカーちゃん。ハゲパワー。ちょっとハゲパワー強すぎるから、帽子で隠して、ストーカーちゃん座って。あー、イケメンくんが寄りかかってきた。やったね、ストーカーちゃん。ストーカーちゃんがまたイケメンくんの部屋に入り込んでる。でもイケメンくん帰ってきちゃったよ。どうしよう。隠れなきゃ。ストーカーちゃん、それは無理だよ。イケメンくんに気づかれた。通報されちゃったよ。そりゃね、あそこは無理だよ。外に隠れよ。雨でストーカーちゃんが震えてるよ。めっちゃ寒そう。え、他に隠れるところはないかな。クローゼットだ。ここに隠れよう。イケメンくんが帰ってきた。やばい、バレちゃった。クローゼットは無理だったね。よし、ここに隠れよう。大丈夫かな。イケメンくん帰ってきたよ。気がつかないで寝ちゃった。今のうちに脱出だ。最後に写真を撮っていくのを忘れないストーカーちゃん。よかったね、ストーカーちゃん。ストーカーちゃんがラブレター書いてる。どんなラブレター書くんだろうね。イケメンくんに届いた。あー、これはイケメンくんドン引きだよ。そのまま書くと月しか書かないから、雑誌を渡して切ってる。怪文書を届けてる。ドン引きだよ。鏡がある。ぬいぐるみがある。これをここに置いて、すごい、イケメンくんの写真がいっぱいある。写真を渡して、これでラブレターを書いて、いつも見てるよ。うわ、怖っ。いや、そりゃダメだよ、ストーカーちゃん。別の写真もある。猫の写真だ。これを渡してみよう。絵を描いてる。ストーカーちゃん絵うまいのかな？イケメンくんに届いたよ。あ、うまい。かわいいね。ん？何？うわ、すごっ。うわ、怖っ。猫の絵はかわいいんだけどね。食パンを加えてイケメンくんとぶつかろうとしてるのかな？よし、頑張って、ストーカーちゃん。あれ？あ、イケメンくん靴紐結んでる。イケメンくんと靴紐をちゃんと結んでおいて。よし、これでスタート。あれ？あー、猫ちゃんかわいい。ただ走り去るストーカーちゃん。チーズがあるよ。このチーズを置いて、ネズミが出てきた。猫がネズミを追いかけた。よし、今度こそ頑張れ、ストーカーちゃん。あれ？あ、イケメンくんが赤信号で止まっちゃったよ。ダメだったね。こんなところにボタンがある。このボタンをつけて青信号にして、いけー。あー、ぶつかった。イケメンくん謝ってる。ストーカーちゃん嬉しそう。よかったね、ストーカーちゃん。イケメンくんの携帯だ。ロックを解除したいんだね。でもロックの番号がわからない。後ろの紙になんか書いてあるよ。この通りやってみよう。あれ、
足りないな、ダメだった、10時間後にやり直してくださいってなっちゃった。ストーカーちゃんが泣いてる。ダメだよ、人の携帯勝手にロック解いちゃ。コンセントをつけて部屋を暗くしたら出てきた。入力してみよう、こっそり GPS。 ストーカーちゃんガッツポーズ。やばい、イケメンくんが帰ってきちゃった。隠れないと、ここに隠れよう。携帯が鳴った、イケメンくんにバレちゃった。ストーカーちゃんダメだよ、そんなとこ隠れちゃ。いつものベッドの下に隠れてみよう。イケメンくん帰ってきた。携帯が鳴った。まずい。大丈夫だ。気づいてない。よかった。イケメンくん行っちゃった。GPS でイケメンくんの場所がわかる。ストーカーちゃん、さすがにそれはまずいよ。イケメンくんが一人で飲んでる。逆難からイケメンくんを守れ。はい、ダメ。ダメ。ダメ。あ、お前はいいよ。あれ？あ、ダメだった。楽しそうですね。ダメ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 。あ、イケメンくんを守り抜いた。やりきった顔してる。よかったね、ストーカーちゃん。イケメンくんが綺麗な女の人と肝試ししてる。ストーカーちゃん止めないと。あれ？電話してる。ストーカーちゃんハーハーしてる。それはダメだよ、ストーカーちゃん。猫がいる。塩だ。この塩をストーカーちゃんに渡してみよう。ストーカーちゃん出てきちゃった。あ、直接攻撃だ。直接はダメだよ、ストーカーちゃん。二人がゴールまで来ちゃった。カラスがくっついてる。ストーカーちゃんが逃げて、イケメンくん。お札がある。3枚欲しいみたいだね。ここに塩を持って、よし、2枚目ゲット。ここにもあるよ。3枚ゲット。ストーカーちゃんに渡して、どうするんだろう。ストーカーちゃんが来た。え、何してんの、ストーカーちゃん。え、この人幽霊だったの。うわー、怖っ。幽霊とデートしてたの。怖っ。ストーカーちゃんとイケメンくんと同じ大学なんだね。イケメンくんがノート貸してって言ってる。ノートを貸してあげよう。ん、どうしたんだろう。ストーカーちゃん何にも書いてないじゃん。日記、え、これ渡しちゃって大丈夫かな。ずっと好き好き書いてる。恥ずかしがってる、ストーカーちゃん。イケメンくんドン引きだよ。ノート手に入れた。これを見してみよう。落書きしかしてない。私じゃないよってしてる。イケメンくんが呆れちゃったよ。蜂の巣がある。なんだろう。蜂が出てきた。あ、アフロの子の頭の中に入った。真面目そうな子がいるよ。真面目そうな子のノートを取って、これならいけるでしょう。ちゃんと写してる。感謝されて嬉しそうだね。でもストーカーちゃん、人のノート取っちゃダメだよ。イケメンくんがヤンキーに絡まれてる。ストーカーちゃんなんとかしないと。いけ、ストーカーちゃん。おお、メンチ切ってる。強そうなの出てきた。ストーカーちゃんが掴まれちゃった。さすがにこれには勝てんよね。お、ラーメン食べてる。お、お、お、でっかくなった。いけー。イケメンくんごと行っちゃった。ストーカーちゃん、それはダメだよ。誰か出てきた。ラーメン食べてるよ。ダンベルがある。ストーカーちゃんに持たせて鍛えてる。うわ、ムッキムキだ。頑張れ、ストーカーちゃん。イケメンくんを守るんだ。おお、強い強い強い。おお、やっつけた。ストーカーちゃん頼もしい。イケメンくんを守れてよかったね、ストーカーちゃん。ミイラが襲ってきた。おっそ。ストーカーちゃん逃げちゃった。木の棒がある。やっつけろ。全然当たんない。あー、ダメだ。逃げちゃった。ミイラ強いなー。ミイラをつかめた。あ、ミイラが逃げた。なんか出てきたぞ。イケメンくんの像だ。ん？やべ、なんか追ってきてる。ここに隠れよう。あ、見つかっちゃった。怒られてる。盗みはダメだよ、ストーカーちゃん。骨がある。ワンちゃん骨だよ。お、行っちゃった。ワンちゃん骨が好きなんだね。あ、怒ってる。ストーカーちゃんよかったね。イケメンくんがエレベーターに乗ってる。ストーカーちゃんも乗りたいんだ。よっしゃ、急げ。ストーカーちゃん、あー、しまっちゃった。この棒なんだろう。この棒をストーカーちゃんに持たせて、いけー。おっ、おっ、イケメンくんが怯えてる。力技だね、ストーカーちゃん。ストーカーちゃんのポーズが変えられる。このポーズで行ってみよう。あー、ダメだ。あー、手挟まっちゃった。痛い。次はこのポーズだ。いけー、間に合えー。あ、頭ちょっと可愛い。このポーズだ。いけー。あれ、気づいてもらえない。イケメンくんに気づいてもらえなかったね。椅子の上に100円がある。この100円でジュースを買って、エナジードリンクゲットだ。エナジードリンクをストーカーちゃんにあげてみよう。みなぎったぜ。お、間に合った。すごい、ストーカーちゃん。一緒のエレベーターに乗れてよかったね。ストーカーちゃんがストーカーしてる。あれ、ちょっとストーカーの邪魔しないでよ。残念だったね、ストーカーちゃん。おばあちゃんの袋ゲット。持たせて。おばあちゃんがお礼言ってる。ストーカーちゃん荷物運んであげるの。偉いなぁ。いいことしたけど、イケメンくんは行っちゃったね。なんだこれ。あ、あ、ダメ。コーヒーだ。コーヒーを持たせて。取れない。さらに袋も持たせて。よし、これで。あ、イケメン俳優さんだ。ストーカーちゃんが追ってる。でも、ストーカーはダメだよ、ストーカーちゃん。
イケメンくんに写真撮ってって頼まれてる。ストーカーちゃん写真を撮ってあげるんだ。任せてってしてるよ。あれ、ストーカーちゃん何してんの？あ、イケメンくんとのツーショット写真撮ってる。イケメンくんのんびいちゃってるよ。自撮り棒がある。これをイケメンくんに渡してみよう。写真撮ってる。あー、行っちゃった。ストーカーちゃんイケメンくんの写真が欲しかったのかな。こんなところにカメラがある。このカメラをストーカーちゃんに渡して撮ってあげてる。おー、すごい。写真渡してる。イケメンくんが去ってったよ。あー、現像してるだけなんだけどめちゃめちゃ怖い。イケメンくんの写真が手に入ってよかったね。イケメンくん携帯忘れてっちゃってる。なんとかして届けないと。ピンポン押してる。イケメンくんが誰だろうって。あれ、切っちゃってる。ピンポン連打してる。そっか、合鍵持ってんじゃん。あー、そのまま入ってった。あはは、ストーカーちゃんが見てる。これは怖い。これはさすがに怖えな。ここを登っていくぞ。いけー。ダメだった。タオルゲット。このタオルで、さあ、頑張って登るんだ。すげえ。おー、登れた登れた。イケメンくんの部屋にやってきた。で、携帯を置いて、携帯なくなっちゃった。あー、ここにあったってしてるけど。いいことしてるようで、侵入してる。どうなのこれ。シンデレラが走ってる。靴わざと置いてってる。さすがシンデレラさんですね。女の戦いだ。王子様やってきた。イケメンくんがドンビいてる。さあ、時間だよ。自分の靴と入れ替えてる。これで王子様が見つけてくれるかも。はい、私です。あ、みんな同じの持ってる。量産品だからか。魔法の杖がある。魔法の杖で、お、さらに綺麗になった。イケメンくんが別の女の子と仲良くなってる。魔法の杖をストーカーちゃんに渡そう。ストーカーちゃんが綺麗になった。12時の鐘が。ストーカーちゃんが靴を変えて逃げ去った。王子様が靴を拾って、お、ぴったりだ。やったね、ストーカーちゃん。王子様と幸せにね。イケメンくんを近づく女から守れ、逆ナン2やってまいりました。さあ、行きますよ。ダメダメダメ。あ、いいよ、お前は行って。サンオイル塗ってってなってる。なんでイケメンくんはいつもオカマと仲良くなるんだろうね。ダメ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 だよ。なんだこれ。あい、ダメあい、ダメ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 。さあ、イケメンくんを守りきったよ。やりきった顔をしている。よかったね、ストーカーちゃん。イケメンくん、ぬいぐるみが欲しいみたいだ。ストーカーちゃん、取ってあげよう。射的は1回300円だって。あ、300円だ。これで買えるね。弾を3発もらったよ。この弾をイケメンくんに渡してみよう。イケメンくん頑張れ。え、イケメンくん下手だな。ちょっと下手すぎないかい。イケメンくんは、射的が下手くそでした。おじさんにを狙って、いけ。うまい。なんでおじさんの時だけうまいんだよ、イケメンくん。イケメンくん怒られちゃったじゃん。ストーカーちゃんに渡してみよう。ストーカーちゃん頑張って。よっしゃ、いけ。うまい。あれ、倒れない。ダメだったね、ストーカーちゃん。こんなところに4つ目のコルクがある。これをストーカーちゃんに渡して、よし、いけ、ストーカーちゃん。おー、すごい、倒れた。やったね。イケメンくんも喜んでるよ。喜んでもらえてよかったね、ストーカーちゃん。え、イケメンくん女の人と一緒にいる。やばい、ストーカーちゃんがこの花火を持たせて、いっけー。あ、オッケーしてる。嘘、ストーカーちゃん、これはまずい。特大用。あはー、ストーカーちゃんの涙が。ストーカーちゃん花火が上がったよ。あ、ストーカーちゃん直接はダメだって。ほら、親方にも怒られちゃったじゃん。巨大な花火手に入れた。よし、これをここに入れて、いけー。え、何？聞こえないってやってる。よっしゃ、告白を阻止したよ。よかったね、ストーカーちゃん。またイケメンくんが女の人と一緒にいる。よし、ストーカーちゃん阻止するんだ。いけー。あは、足が臭くて先に進めない。こいつの足は臭すぎる。靴下ゲット。こいつの臭い靴下を変えて、これでいけるぜ。進め進め。あれ、なんか落ちた。ストーカーちゃんがバレてしまった。どいてくれない。なんだこいつ、チャラ男か。誰か来た。隣に可愛い子が座って喋ってる。今のうちに進むんだ。イケメンくんまでたどり着いたよ。本日のおすすめだって、ラブドリンクで。あー、仲良くラブドリンク飲んでる。イケメンくんモテモテだな。ヘルシーサラダで取り分けてる。全員の取り分けに行った。ストーカーちゃん入り込んだ。イケメンくんといっぱいお話できるといいね。ストーカーちゃん魔王になってる。勇者イケメンくんが現れた。どうしよう。イケメンくんに強い攻撃なんてできない。よし、弱いアファイヤーだ。いけー。あれ、イケメンくん弱。僧侶が回復してる。か、いいムードになってる。ストーカーちゃん、それはまずい。やばい、逃げてイケメンくん。じゃあ防御してみよう。あ、剣を弾いちゃった。イケメンくんドンビいてるよ、ストーカーちゃん。イケメンくん弱。じゃあ魔法だ。メロメロビーム。いっけ
けー、あ、弾かれた。なんでこういうところだけ強いんだよ。おい、メロメロビーム効かなかったね。これは何だろう。イケメンくんに渡してみよう。この世界を支配する権利を授ける。あ、ストーカーちゃんがイケメンくんに捕まってしまった。ストーカーちゃんに渡してみよう。この世界を半分開ける。ちょっと待って、イケメンくんサインしたし、え、これでいいの？ダメでしょ。ストーカーちゃん遊園地に来たんだ。イケメンくんの隣に座ってるね。素敵な記念写真撮れるといいね。さあ行け。あれ、あ、髪の毛とマフラーで顔が隠れちゃった。髪の毛を祝ってマフラーを外して行け。あれ、水がかかっちゃった。あー、せっかくの記念写真が。こんなところに鍵がある。ここを開けて水を止めよう。水が止まった。素敵な記念写真を撮るよ。行け。すごいいい感じだ。素敵な写真が撮れたね。いい思い出ができたね、ストーカーちゃん。イケメンくんがまた幽霊に取り憑かれてる。ストーカーちゃん何とかしないと。こんなとこに塩がある。塩で撃退するんだ。ストーカーちゃん行け。幽霊倒せた。あ、イケメンくんが起きちゃった。イケメンくんがめっちゃ怯えてる。お守りがある。よし、これで幽霊を撃退するんだ。行け。あれ、聞かない。あ、これ金運のお守りじゃん。やばい、幽霊怒ってる。ストーカーちゃんでも幽霊には勝てないんだね。こんなところに掃除機がある。この掃除機でお化けを吸い取っちゃえ。よっしゃ、よかった。あれ、後ろから出てきた。え、ストーカーちゃんが取り憑かれちゃった。こんなとこにお札がある。掃除機にお札をつけて吸い取っちゃえ。いけー。よし、悪霊吸い取ったよ。あ、イケメンくんが起きちゃった。イケメンくんが怯えてる。耳栓があった。耳栓をイケメンくんにつけて、いけ、ストーカーちゃん、お化けを吸い取ったよ。イケメンくんの顔見放題だ。いいことはしたんだけどね、ストーカーはダメだよ。あ、イケメンくんが囚われてる。ストーカーちゃん、イケメンくんを助けなきゃ。バットがある。よし、このバットをストーカーちゃんに渡して、防犯カメラをぶっ壊した。あれ、あー、防犯カメラを壊したの見て怒ってる。ストーカーちゃん怒られちゃったね。あー、ここから侵入だ。いけ、ストーカーちゃん。あ、イケメンくん助けに来たよ。あれ、イケメンくんが怯えてる。主催者も、何これって顔してる。こんなとこに鍵がある。よし、開けるんだ。足開いた。あー、鍵持っていかれちゃった。この鍵をストーカーちゃんに渡して、バットも渡して、よし、ぶっ壊した。お、うまくいけたよ。助けに来たよ。イケメンくんを救い出した。二人で逃げたよ。イケメンくん助けられてよかったね、ストーカーちゃん。イケメンくんが夢の国に来てる。ストーカーちゃん、写真が撮りたいのかな？写真めっちゃ撮ってる。あ、え？鼻水すごっ。見てください、この伸びる鼻水を。ヒーローの服がある。ストーカーちゃんに渡して。あれ、子供が寄ってきちゃった。イケメンくんに近寄れなかったね。ヒーローショーのポスターがある。これをヒーローに渡して。時間みたいだ。ヒーローショーが始まった。ぬいぐるみがどっかに行ったよ。あ、ここにいた。ちょっとぬいぐるみ借りていくね。ストーカーちゃんに渡して。頭だけ。やばい。イケメンくんが怯えてる。頭だけはちょっと怖いよ、ストーカーちゃん。水がある。水をおじさんに渡して、おじさんトイレに行った。今のうちに着ぐるみを取って、ストーカーちゃんが着ぐるみ着てきた。イケメンくんが喜んでる。一緒に写真撮ってる。イケメンくんが抱きついてる。ストーカーちゃんめっちゃよだれ出てる。よかったね、ストーカーちゃん。でも、着ぐるみの中めっちゃベトベトしてそう。ハッピーバースデー。今日はイケメンくんの誕生日なのかな？あれ？イケメンくん帰ってきたのかな？え？泥棒が来た。あ、泥棒が怯えてる。警察に電話してる。あれ、警察がどっちだこれみたいな感じになってるよ。包丁を取ってこの状態で行ってみよう。泥棒が入ってきた。ストーカーちゃんめっちゃ強い。泥棒をやっつけたよ。警察が来てくれた。ストーカーちゃんが、ストーカーちゃん強えな。クラッカーがある。クラッカーをストーカーちゃんに渡して、泥棒に行け。泥棒が逃げた。イケメンくんが帰ってくる。おー、すごい。え、お前やった？いや、俺知らねえ。友達がやってくれたと思って。イケメンくんめっちゃ喜んでるけど、侵入者いますよ。吊り橋をイケメンくんと歩いてる。進もう。あ、壊れちゃってる。あ、ストーカーちゃん前見ないと。ストーカーちゃんがハマっちゃった。ちょっと動きが可愛い。あ、クマが出た。やばい、逃げないと。これは怖い。クマが、クマった。後ろの子がすごい怯えてる。前に進んで、あ、揺れちゃった。あ、イケメンくんが倒れそう。ストーカーちゃんナイス。よかった、助かって。さ、先に進もう。あれ？あ、イケメンくんが、めっちゃドキドキしてる。恋の始まりかな。念願のデート。イケメンくんとストーカーちゃんがデートしてる。イケメンくんが手を差し出してるけど、
ストーカーちゃん恥ずかしくて逃げれない。どうしよう、イケメンくんのハンカチだ。イケメンくんのハンカチを吸って、よし、少し平常心を取り戻した。コーヒーがある、このコーヒーを飲ませて。よし、また少し戻ったよ。ん？どうしたんだろう。イケメンくんが変顔してる。緊張をほぐそうとしてくれたんだね。さあ、ストーカーちゃん手を握るんだ。ああ、いいね。やっと若かりのイケメンくんとデートができたんだ。よかったね、ストーカーちゃん。これで、ストーカー彼女エンディングです。見てくれてありがとうございました。あれ、イケメンくんが歩いてる。1話と一緒かな？あれ、おじいさんになったよ。あ、ストーカーちゃんもおばあさんになってる。猫じゃらしがある。これをストーカーちゃんに渡して、ほら、猫ちゃんこっちへおいで。イケメンくんが先に進んでいった。イケメンくんが別の女性と話してる。ストーカーちゃんが悔しそうだ。特売日の広告がある。奥さんに渡して。あ、特売日だから急いで行った。またイケメンくんが進み出したよ。あれ？イケメンくんがいない。ストーカーちゃんイケメンくんを見失っちゃった。あれ？イケメンくんが出てきた。あー、微笑ましい。仲がいいな。こんな素敵な老夫婦になれたらいいね。ストーカーちゃん幸せそう。